メッサディボーチェは、声楽における演奏技法の一つ。単一の音高を維持しながら、声を徐々に強くし、次に弱くする技法である。メッサリボーチェという強弱記号と混同されがちであるが、両者は全く異なる。メッサディボーチェは、非常に高度な声楽の演奏技法と広く考えられている。発声法の訓練としては、吸気筋のコントロールを習得し、 完全な演奏を成し遂げる能力を身につけるための訓練法であり、同時に未成とファルセットを融合させる最終的な訓練法である。クラシック音楽においては、メッサディボーチェは、ファリネッリなどの有名なカストラートと関連がある。また、ベルカント時代にも人気があり、オペラ、ノルマのアリア、清らかな女神よなどのドラマチックなオープニングにしばしば用いられてきた。 オペラの歌唱様式のトレンドが18世紀頃の軽く精緻なスタイルから19世紀半ば以降に流行した音量の大きいスピーチのようなスタイルへと進化するにつれてメッサディボーチェは一般的ではなくなった。ポピュラー音楽においてはメッサディボーチェはほとんど一般的ではなかった。しかしブラックミュージックやゴスペルまたそれらに影響を受けた他のスタイルには 時折メッシサティボーチェが現れる。ありがとうございます。